ちょっと包帯取り替えてただけだよ。すぐ終わるから少し待ってくれよ。まあそんなところだね。こんなのどうってことないよ。いつものことさ。別に私は好きなことをやってるだけだよ。関係ないよ。傷ができるのは私が未熟なだけさ。このくらいで怪我してんじゃねえくらい言えるようになりな。それより、いつまで見てるつもりだい？これでも女なんで恥ずかしいんだけどね。それとも私の裸が見たいのかい？よう、社長。まあ、そんなところだね。別に、私は好きなことをやっているだけだよ。それにね、この傷の一つ一つが、今は私の大切な思い出さ。ま、少しは感謝しているって言うなら、包帯を巻くのを手伝ってくれるかい？まったく、本当に口のうまい男だね。ああ、腕のところを頼むよ。どけどけ！よう、大丈夫かい？ああ、無事みたいだね。いや、悪いね。まだこいつの扱いに慣れてないもんでね。ああ、すっかり気に入ったから、私の愛車にすることにしたよ。じゃあ、無事ならもう行くよ。社長も気をつけなよ。死なれちゃ困るからね。さーて、ぶっちぎるよ。おら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 、矢島様のお通りだよ。どきなー。